この番組では私の人生や生活の役に立った本を紹介しています音声だけですので耳だけ貸してください今回紹介する本はウォーレン・バフェット賢者の名言365という本ですこの本を読んで印象に残った部分を紹介しますそれでは始めていきます私は小さな雪の玉を ずいぶん若い時から固めた。十年遅く固め始めたら、今ごろ山の斜面のずいぶん下にいただろう。成功したいのなら、できるだけ早いスタートを切る方がいい。ゲームの後をついていくよりは、ゲームの先を行くことを心がける。それだけでゲームの主導権を握ることができるし、よほどのヘマをしない限り、 成功,を成功もより確実なものにすることができるバフェットは猛烈な読書家として知られているそれも波のレベルではない「投資家として大成功するためには何をするべきですか?」という質問にはいつもこう答えている。 手当たり次第読むことですネットの情報やウォール街の情報には目もくれず毎日何時間も読み考えることで関心のある企業を調べそして判断し行動するのがバフェットの昔からの変わらぬやり方だ大金を手にしたいのなら今すぐに始めようというのが バフェットの得たた教訓だったバフェットによると人生で成功するのは学校の成績がいい子でも人気者でもなく実行力のある子であるバフェットも6歳の頃から小さなビジネスを始めていたが以降は小さなビジネスにさらに精を出すようになったどういうことが ビジネスでの成功に関係しているかを調べた研究によるとビジネスとの成功と一番深く結びついていたのはビジネスを始めた年齢だったそうですバフェットが言うように成功に最も近いのは自ら行動を起こすものでありその習慣は早く 身につけておいた方がいいたがバフェットは幼い頃から小さなビジネスを行うなどお金儲けが好きな少年だったが株式投資に目覚めたのはやはり父親の影響だバフェットは3つの教訓を学んでいる。 一つ目、買った時の、えー、株価ばかりに肯定してはならない。二つ目、株価の上下に一喜一憂し、慌てて小さな利益を得ようとしてはいけない。三つ目、他人のお金を使って投資してはいけない。少額でいいですから投資をしてください。本を読むだけではダメです。 人は経験や実践を通してたくさんのことを学ぶ本を読むこと学ぶこと考えることはとても大切だがそれ以上にやってみることはもっと重要だバフェットの投資における大原則は自分が理解できる株を買うことだところが 株式市場に参加する人たちの多くは何も考えず大して調べず証券会社や専門家が進めるままに買っている見ているのは株価だけで企業の中身には関心を向けないそういう人が多ければ多いほどバフェットには勝つチャンスが生まれるのだった。 ビジネスでも投資でも失敗をゼロにするのは難しい大切なのは失敗したやり方を決して繰り返してはならないことだ SNS 前世の時代自分がどう見られているかどう言われているかばかりを気にする人が増えているが大切なのは自分がどう思い どう生きるかであるバフェットが投資に際し重視しているのは自らが定めた基本原則を忠実に守ることだ基本原則に忠実であり続けることそれがバフェットの考え方だ バフェットの信条は、時間も人生も無駄にしないだ。幼い頃から億万長者になることを目標としていたバフェットは、尊敬する父親とベン・グレアムの下で働き、その後は一人でパートナーシップを運営している。自分の大好きなことをやり、最も尊敬している人のところで働きなさい。 そうすれば、人生で最高のチャンスを得ることができます。自分が素晴らしい仕事だと思えることをやるのが、本当に満足する唯一の方法なのです。まだそれを見つけていないなら、探し続けましょう。スティーブ・ジョブズがスタンフォード大学の卒業式で学生たちに語りかけた言葉だ。 バフェットは大好きなことを見つけ夢中になって働いたその結果が成功であり富であり名声をもたらすことになった自分よりも優れた人間と付き合った方がいいというのも学んだそうすればこっちもちょっぴり向上する働く人間を 選ぶ時は結婚相手を探すくらいの気持ちで臨みたい人は習慣で行動するので正しい思考と振る舞いを早いうちに習慣化させるべきだ正しい思考や振る舞いについて知っている人は多いかもしれないがバフェットのように 習慣になるまで守り続けてこそ意味を持つベンジャミン・グレアムによると、投資で最大限の利益を得られる可能性があるのは、最大限の知性と技術を駆使する用心深い積極的な投資家なのである。というが、バフェットはまさにその資格があった。 投資はは力仕事ではな人一,一倍読み考えなくてはならない投資で大切なのは自分の頭で考えることだ自分が考えて正しいと思えたなら他人は関係ない間違っても他人の頭に大金を託すようなことはやってはいけない バフェットの仕事に対する考え方は、尊敬できる人のもとで働くか、自分で好きな仕事をやるである。バフェットに必要なのは、洪水のような情報ではなかった。複雑な雑音から離れ、目の前の銘柄に集中する。じっくりと読み。 考える時間を持つことで初めて優れた考えがまとまり優れた決断ができるというのがバフェットの考え方だ少額のお金も消費を先延ばしして運用すれば数年後数十年後にはちょっとした資産になる福利式の考え方と質素な生活が バフェットを大投資家へ育てることになった「僕にとって一番大事な顧客は誰だろう?と」とそしてそれは自分自身だと確信したそこで毎日1時間自分のために働くことにした早朝にそのための時間を設け その後建設や不動産開発の仕事をした誰しもこれを見習いまず自分自身が顧客になり次に他人のために働くべきだ1日1時間を自分に充てるべきだ世の中には今年の株価はいくらになるのかなどと 予想するる人がいるががいいいバフェットはつつだっってそそんんななことと全く見当がつきませけバフェットにとって重要なのは株価の動きを予測することではなく市場がどう動いたとしても長期的に揺るぎない企業価値を維持し続けることができるビジネスを見つけ投資することだった。 株価が株価と価値がぴったり合致することはめったにない価値に比べて株価が低いと感じることもあれば異様に高すぎることだって起こりうるそんな気まぐれな株価に振り回されることなく自らの企業価値を高める努力を続けることこそが経営者の務めなのである バフェットは株式市場や景気変動について予測することはないいつ起こるかではなく何が起こるかに主眼を置くのです投資において大切なのは株価が激しく上下しても 決して冷静さを失,う失わないことと生活に支障のない範囲で投資をすることだというのがバフェットのアドバイスだったバフェットはゲームのルールが変わったことや新しい潮流に馴染めないことを認めた上で新しいやり方が大きな利益を生み出すことができ 同時に私のやり方が効力を失せ大きな損失を出す可能性があるとしても私はこれまでのやり方を変えるつもりはないとパートナーたちに伝えている大きな変化の中バフェットは自分のスタイルを決して変えようとはしなかった新しいやり方が大きな利益を生み出すことができ同時に 私のやり方が効力を失せ大きな損失を出す可能性があるとしても私はこれまでのやり方を変えるつもりはないあくまでも自分で調べ自分で考え自分が納得した上で判断を下しているそこには理解があり納得がある 失敗した場合でもその戦いきさつを説明できるようにしておきたいと私は考えていますつまり自分が完全に理解していることしかやりたくないということですお金は 自らの贅沢のためではなく社会のために何かを生み出し貢献し社会をより良いものに変えていくために使われてこそ価値があるというのがバフェットの考え方であったバフェットの特徴の一つは借金を極端に嫌い過大な借金をしてビジネスや投資を行えば。 いずれ道路の穴ぼこに落ちると考えている点だ。まずまずの企業を素晴らしい価格で買うよりも、素晴らしい企業をまずまずの価格で買うことの方がはるかに良いのです。がバフェットの投資原則となった。 成功するために必要なのは自分の得意なことを知りそれに情熱を持ちただひたむひた向きにやり続けることだそうすれば人は何も持たなくとも素晴らしい成果を上げることができるというのがバフェットの考えであるどんなことであれ 自分が本当の意味で理解しているのなら他人が理解できるように表現できるはずです。他人に何かを教えるためには誰よりも自分がしっかり理解していることが必要だ。人は他人に教えることで誰よりも自分が学ぶことになるというのがというが他人に伝わらないのは相手の理解力が足りないのではなく こちらのの伝える力の問題が多いバフェットが言うように話すこと書くことといったコミュニケーションは大きな武器になる投資に際しては過去の数字ばかりに肯定せずその企業が未来のためにどんな準備をしているか。 長きにわたって成長し,し続けているかを知る努力が欠かせない投資に関する成功は毎月の株価の変動ではなく長期的な成長によって図っています好ましい長期的な展望があれば短期的な株価変動はそれが魅力的な価格で保有高を 増やせる機会であるということ以外に私たちにとっては意味のないことなのです経営者にとっても投資家にとっても見るべき意識すべきは長期的な成長なのであるバフェットは子どもたちにお金を与える時 いつもこう言ってた無駄遣いしてはいけないよ、この金を投資すれば何倍にもなるんだよ。バフェットにとって、投資家に損失発生は儲ける絶好のチャンスだった。市場は下落し投資を 引き上げる人には損失発生。しかしこれから投資する人々にとっては利益になる株を買うときにはなぜこの株に投資するのかについてとことん考えることが欠かせないというのがバフェットの考え方だ間違っても株価が上がっているから証券会社が進めるからといった理由で 買ってはならないとも話している大半の人は他の人がやっているからという理由で株式投資に興味を持つようですでも本当は他の人がやっていない時に興味を持つのがベストですすでに人気化した株を買っても 高い投資利回りを残すことはできません。大半の人は他の人がやっているからと慌てて投資を始めようとする。そして他の人が買っているから、他の人が売っているからという理由で株の売買をする。投資で成功したいのなら他の人と逆を行く勇気も必要だ。バフェットが望むのは 大大好好きききなな人たちとと仕事をとびっきり上手にやることだもしも全くの無報酬だったとしても私はこの楽しい仕事を喜んで引き受けるでしょうと話しているようにバフェットにとって大切なのはお金よりも仕事の楽しさだった。 投資で成功するためには、どのような能力が必要か、バフェットは4つを挙げている。1つ目は、財務会計や簿記の知識、企業の活動を知り、財務書評を読みこなすだけの力、2つ目は、ある程度の情熱、3つ目が、辛抱強さ、4つ目が、冷静さとなる。 中でも大切なのが最後の2つ、つまり辛抱強さと冷静さだとバフェットは強調しているリスクとは自分が何をやっているかよくわからない時に起こるものです。 日々の株価の変動など気にすることなく一生持ち続けたいと願うような株を持つ。証券会社にとっては何とも困った客だがその方がお客自身はきっと幸せになれるというのがバフェットの変わらぬ考え方だ。同元にとって良いことは顧客にとって良いことではない。 今回は以上になります。